はい、どうも、こんにちは、こんばんは。おはようございます。あれです。イブは55なんですけれども、セーブをし忘れたのかな。やったことあるステージなんだよね。このゲームって、もしかして、ちゃんとチェックポイント行かない、行ってからセーブしないとダメとかあんの？一応セーブデータ破損しやすいっていうんで、2回セーブするんですよ。このゲームに限っては。2個とも、まあ時間もね、別に分けてないんで、あれなんだけど、2個ともね、これなんだよね。せっかくなんで、R が試そうとした手法でも、暇つぶしにやってみましょうか。よいしょ。ここで、こう。ああ。やっぱりな。まあ、こうなると思っていたんで、狙い的にはね。まさか復活しているわけでは、ないでしょう。あれ？なんかち、あれ？なんか違ったか？ああ、これか。これだけできれば、問題なくやれるんじゃないか？で、もしこれでうまく、あ、いきますね、多分。これでうまくいくとなると、このゲーム、やり方として方法がね、絵が2つ以上。2つ以上？まあ、1つ以上っていうのかな？あるっていうことになりますね。このスクラバーじゃないんでね。後から下がる単語とか生物調べたらさ、これスクラバーじゃなくてスクラブなんだよね。で、この土地がスクラバニアっていうところ、これ紛らわしいんだよね。だけど、パラモニアはね、パラマイトだったかな。まあ、その生物とかにちなんだのかな。その土地にちなんだ名前なのかもしんないけど、もっと近づいてほしいよね。名前をどんどん寄せてってほしい。まあ、十分寄せてはいるんだけど。まあ、今回は今回で勉強になったかな。もしかしたらちゃんとお部屋に入って、チェックポイントを通過してセーブしないとダメな可能性も出てきたし、まあ、攻略の手順が一つじゃないっていう可能性もね、出てきたんで、そうなると、まあ、本領発揮したいよね。本領発揮ってなんだかよくわかんないけど、まあ、不正力の本領発揮したいところではあります。よし、じゃあ引き続きいきましょう。気を取り直して。何するかさっぱりわかりませんが。とりあえず左行った方がいいかな。おっと。で、争いを起こしの、1個体を倒しの。まあ、それはいいんだ。何ら問題がない。レバーがないから降りますね。どうしようかな。とりあえず降りようか。うわー。ちょっとわからない。なんで奥側から襲われたんだ？それとも、こうして、こう。で、こうすると、見つけちゃったんだよね。もうちょっと攻略の手順を探す。
で、こうなると、1個台ずつの、なりますね。じゃあ、この間に、おい。うん、なるほど。で、奥に行ってじゃないね。穴入って、っていう感じでいいのかな？多分そんな。その手順で問題ないでしょう。奥の方には、スクラバじゃなくてパラモニいないよね。うん。そしたら、久々に、あそこ行きましょうか。隠し。それとも、もう1、2回きれいに周回できるようにした方がいいかな。まずこう。で、怒らせて、あとは勝手にやらせて、よろしくやらせておいて、ぐるっと回って、奥には見えないからね、問題はないと思うんですけど、はい、怒らせて、これで2体怒らせてるはずなんだよね。多分。帰らないで。怒らせてこっち寄せた方がいいのかもしんないけど、奥の方にね。で、そうしたら、ほい。で、ここに、よし、ここに来る。あ、怒る。で、火がついて、で、俺がその間に、よっこらせ。で、ここに来る。あれ、火がついてない。ここでつけるのかな？イエス。で、ここに火を灯す。じゃなくて、パスワード聞く。いやー、自分で演奏しないんでね、超気楽。完全にね、お任せなんで。で、ここか。ここに戻ってくる。よいしょ。まあ、間に合うでしょう。どっからでも。そうしたら、うん、完全に、把握できたので、じゃあお待ちかね。久々の、仲間助けパートに行きましょう。まあ、どうせ初手でぶち殺して、お久々じゃないの。窓貫族なんていうのは。ん？どうなってんだこれ。下に降りられる？違うな。とりあえず。で、ここに来て、まず鳩を。待ってて。オッケー。よっ、あれ？あ、壁かこれ。うん、大丈夫だね。オッケー。だから、ここに、降りられんのか？ピトピトしてたけど、雫が。ちょっと間に合わないんじゃないのこれ。どう行くんだ？さて、どうする？ハロー、カモン、オッケー。まあ、いつものやり口だと、まあ、ここで。オッケー。うん。まあ、また振り向かせ。うん、このワンテンポ、振り向かせるワンテンポを使って、じゃない気がするか？違うのか？手順が全然、わからない。振り向いた時には無敵が始まっているんだったっけか？一応こっちのコパやっつけないで先にまあ進んでいるんですけど、それがまたあだとなって間違うと困るんだよね。これ、まあ、出口がどこかもわかんないしね。
通に降りんのかな。ハローハローハローカモン、オッケー。普通にスッと降りてきて、待ってて、オッケー。普通にスッと降りてきそうだ。で、おお、危ない危ない。崖つかまりはダメなんだ。ここ大丈夫だよね、ここ大丈夫だよね。よいしょ。はあ、だ、なんで？ちょっと手厳しいんじゃないの？まあ、手順としてはこれでいいでしょう。スッと、これ大丈夫で、こうこう、一応用意しとくか。あまり意味ないかもしれないけど、これはどうなってんだ。爆弾の移動の仕方は一定だよね。ここよし、よしよし。で、ほい、はい、さよなら。うん。で、元の場所に戻るので、そしたらスクラバさんが今どこにいるか。ここか。そしたら追わせますか。追わせなくて良さそうですね。多分こっちの流れで行くと、さっきね、突っ込まれる可能性があるので、ここで、ここ、このスクラバはな、どこのスクラバなんだ。あまりこだわら、あ、あ、来た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 。あ、どうかな。待って、争いを起こさせた方がいいか、起こさせた方がいいのかな。タイミングずらしてで、まあ、突っ込ませーの、俺は走りで、ゆっくり歩いて、よし、無敵使いの、ボーンってやりの、ですね。こっちまで来るのかな？あー、少し移動のパターンが変わってくるのかな？これやると。まあ、あまり、よいしょ、こだわらず行きましょう。もうね、やり方、手順がね、ガチガチに縛られているわけではないっていう確信を持てたので、だからまあバグの仕様かもしんないけど、オーラッチからの手順もまあ2通りくらいは、不具合含めて2通りはあったんじゃないかな。あ、どうね。やるのか、それ。やるのか。あ。はいはいはい。で、あとは、もう俺は逃げると。悪いけど、もう、俺の勝ちは確定的には明らかだと。おい。おい。で、ここでもう一つ、調べ事をしましょう。あ、こうか。危ねえ。なんで開いてねえんだと思ってた。これはどうかな。裏回りしてからの方が安全かな。最後壁でぶつかって死ぬとかありえるけど、よいしょ、まあ大丈夫でしょう。奥に進む行動をとっているときはある程度無敵がついてると思ってもいいのかな。よし、じゃあ一旦ね、一回ここでね、セーブします。ほい、まずね、ここでセーブをしまして、で、次に中に入ってチェックポイントを通過して、もう一度セーブします。で、その時にこの
データとかステージのね位置とか処理がどうなってんのかを俺は知りたい。単純に R がセーブし忘れたのか、それともこういう手順ちゃんと踏まないとダメなのかっていうのを知りたいんですね。はい、じゃあここですね。早い方が、まあ、先にセーブしてる方なので、まずこっちから行きましょうか。オープニングというか、ここのロード画面っていうのかな、メニューがね、すげえうるさいんでね、常にカットの対象なんですが、なるほどね。今までじゃあ先の玄関まで入ってちょっと見てみましょうねっていうのは、正しい行為だったんですね。なるほどね。後のセーブだとこうなってると、ちゃんとチェックポイントはただのチェックポイントにあらあらあっぶねあらずっていうことだったのか。ちょっとなあ、ちょ待て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 、多分こっち奥の方からスクラバー持ってくるんでしょ。全く底意地のいいゲームだよ。ほら、これ勝手に一悶着起きてんのかな。そうだね、いなくなってるから、とりあえず俺降りるか。あ、降りて争いを一応起こしといて、はいはい、めでたしめでたしと、まだよろしくやってくれや。で、あ、パスワードを受け取ると、まあ、ここまでの手順はまあまあまあいいでしょう。あ、またですか。これ奥は、あ、奥はないのか。いいや、とりあえず、え、急に出てきた、もしかして 1エリアにいっぱいあったのかな。これは自分が変えるよだね。うん、それはいいや。ちょっとね、突進が早かった。思ったより突っ込んでくるのがね、早かった。ここもな、運が良かっただけだからな。こっちは一応走るか。よし、あ、こうでもいいと。で、ここが出口ね。ここはもう動きは保証されてないと。で、そうするとまず、よいしょ、あ、ここまで追ってこれないのか。あ、乗ってくる、もう、あの、この子たちよくわかんないんだよね。乗ってくるのか、来ない、あ、やっべ、あ、一応手順としてはこっちで一度争いを起こすのが優先に見えるかな。まあ、ここでね、よろしくやらせといてゆっくり登るのがいいでしょう。で、準備だけしておいて、で、こうと、で、こうで、こうやって下ろしちゃって、このまま多分降りようとすると R くんがボコボコにされる可能性が高いので、まあ、きちんと手順だけ踏んでいきましょう。まあ、あとは向こうで勝手にねやってくれると思うんで、多分大丈夫だと思う。
まあ、ただ最初に R が偶然起こした手順でも問題はなさそうですけどね。結局スクラバさんは一体にねなるんだし、じゃあ問題はここ、まあここも俺がちょっと油断したというかね、うまくいかなかっただけだと思うんで、一応ここでもうヨーヨーは発動させる。うん、一個思ったのが、これ結局スクラバをさ右に寄せればいいわけでしょ。そう考えた時に一回さ、エイブ君がこれ逃げてもいいのかなって。でこうすると多分ね右に寄ってるんじゃないかと思うんだけど、ああ寄ってねえな、もうちょっと動かすか。なんかね、寄らせることできそうな気がするんだよね、これでも。リセットする的しない的っていうのがいるのだとしたら、ちょっと困るんだけど。ずいぶん前にやったね、ワンちゃん。あ、やっぱそうだな。ワンちゃんがね、こんな感じなんだよね。よし。OK。あー、間違った。間違ってないんだけど、間違った。よし、OK。OK、よし、OK、OK。あー、待ってよ、これまた3回やんの？ Hello. Hello. Come on. OK。 3回だよ、3回。参ったね。よし、じゃあやらせていただきましょうか。Hello. Hello. Come on. Okay. だからさ、これもさ、こう自分の都合のいい、都合のいい場所でセーブしてロードして、一人助けてセーブしてロードしてみたいなことは、こう推奨というか通用しないってことだよね。これ結構きついよね。まあそう考えると、例えばこれ外にさ出ちゃえば、まあ、セーブとロードってできるじゃないですか。あ、まあチェックポイントをねちゃんと通れば、まあ、今もう部屋があと一つだからできないかもしれないけど、部屋を経由した時、またいだ時のチェックポイントセーブすると、助けた窓観族の数とかってどうなるのかなとか、まあ、気になるんだけど、もうすでに、まあ、R はそれを試すことができないので、まあ、やめますけど、やめるっていうか試すことはしませんけどね。ああ。よし、まずは一人と。これはあと2回か。よいしょ、降りたらすぐで大丈夫だね。でジャンプしたらすぐでも大丈夫。よしよしよし。 Hello. とりあえず、あ、これ、あー、よし、まずは一人と。まずは一人が大丈夫なんだよな。ちょっと危ないかな。これワンテンポな、遅らせんのが。また難しいんだよな。ちゃんと待っててね。走るからさ、俺。よいしょ。OK? あー。あー。
割とね、単純だと思うでしょう。単純が難しいんだってば。よし。よし、OK。ただ、しかし単純作業すらまともにできなくなると、先がねえな。よし。よし。間に合わない。ダメだ。そういえばさ、ずいぶん前のコメントでさ、こいつらさ、ちゃんとするとさ、嫌がって穴に落とすことができるっていうタス動画でやってたっていうコメントをいただいたんですけど、これ俺もできるかな。やってみよっか。これの時って止まってるから意外と楽だったな。これだ。よかった、復活してねえし。やったぜよっぽど楽じゃんこれ。これだ、これこれだ。あ、家紋待っててのがいいか。マジで簡単だった、これ。待ってて、OK、1回だよ。ハロー、OK、やべえよこのゲーム、超簡単だった。ふざけんなよな。これ行きましょう今度から。なんかあった時にもうとにかく落とせるなら落とす、全力で。限界落下バトルですね。これあれかな、最初、まあ、あるいつものごとくの一番最初だけうまくいって次二度とできなくなるタイプかもしんないけどね。まあこの1回でできたんだからよしとしましょう。で、まあ、まず争ってもらって、でその間によっこらセット。何すんだっけ、とりあえず炊いといて。これ来てくれるのかな。でも来てくれるんだよね。で争ってる間にもうこっちで歌歌って、逃げましょう。歌歌ってる間にちゃんと、ああ歌歌ってこう鳴らしてる間にちゃんとスクラバさん方が嫌がってくれるっていうか来ないんだけど、それはまずくないか。呼ぶか、これで呼ぶ、来るかな。手順としてちょっとまずかったかな、やっぱり。もしくはまあもう行っちゃってここで歌う、でここで歌歌って、この間に永久に嫌がっているのなら、よしやったぜ。うん、いや今回いろいろ収穫がまたありましたね。人間でも人間技でも追跡者たちは落とすことができる。どうしよっかな。あ、ダメだ。ここでセーブして終わると、またあの苦行を繰り返さないとならないんで、ちゃんとチェックポイントまで行きますね。くれ、チェックポイントくれ。よーし。ちなみに、何が書いてあるの？遠くから、見回せ。見回していいことなかったんだよな。